長谷川海太郎、長谷川海太郎、長谷川海太郎、1900年1月17日から1935年6月29日は、日本の小説家、翻訳家。林不妨、牧逸馬、谷常時の3つのペンネームを使い分けて活躍した。林不妨は、時代小説、丹下左前シリーズ。牧逸馬は、犯罪実録小説、家庭小説、翻訳。 谷ジョージは、米国体験記、メリケンジャップもので知られる。幕府の近在役人を祖父に持ち、県立佐渡中学で英語教師をし、後に、ジャーナリストとして活躍する、長谷川清、後に改名した、長谷川敏夫の名前で知られる。楽天、あるいは、生明ともこうしたの長男として、新潟県佐渡郡赤戸泊村、現、佐渡市赤戸泊に生まれる。 父清は当時佐渡中学に在学していた北一期にも感化を及ぼし、鈴木茂根文科の進学者同人として和歌を新潟新聞に寄稿していたが、海太郎が1歳の時、北海新聞主筆に招かれ、後に犬飼牧道の依頼で、函館新聞の主筆となる父に従って、一家で函館移住。同地の弥生小学校に通い、当時皇太子の北海道巡景に際しては、 海太郎の作文が大乱に強制られた。やがて、北海道町立函館中学校、現函館中部高校に入学。当時の函館は、国際色豊かな港町であり、海外への憧れを抱き成長したという。父は、子供の頃から、海太郎に英語を教え、また徳富ろが、巡礼機構を愛読した。中学三年頃から石川拓木に傾倒。 白洋支社という文芸グループに参加し、作詞に励み、4年の時には野球の応援団長として活躍した。箱館中学で5年生一同が運動部長排斥からストライキを起こし、五両郭に籠城する事態にまでなり、首謀者とされた海太郎は卒業試験で落第処分となり、対抗して上京し、明治大学専門部放課に入学する。大学時代は英語。 日本語の本を読み漁り、歌やエッセイを、函館新聞の文芸欄に送り、大杉久氏の家にも出入りしていた。明治大学専門部卒業後、勉強のために、父親が旅費を苦面して、1920年に、太平洋航路のカトリマルで渡米し、オハイオ州のオベリン大学に入学するが、同年11月に退学、様々な職種を転々としながら、全米を放浪する。また、 E は、世界産業労働組合で、組合活動も行っていた1924年には、貨物船の船員として、南米からオーストラリア、香港を経て、大連に寄港し、そこで下船して、朝鮮経由で帰国した。再度渡米を予定していたが、移民法の改正があって、アメリカ大使館からビザが降りなくなった。帰国後は、松本康主宰、探偵文芸に参加し、 森下宇嘘を知る。東京では、弟の林次郎のいる下宿に住んだが、函館新聞に、当たらいの支持のペンネームで、アメリカの話題のコラム風、農稜代などを連載、頼ろう、梅駅迷子などのペンネームでも、作品を掲載した。同じ下宿にいた函館時代の友人、水谷一氏の紹介で、1925年に、新青年に、谷常時名で、海外印象し、続いて、 ヤング統合、ところどころなどの、対米中の実体験に基づき、アメリカで生きる、日本人、日系人単純労働者の生き方を、漏らすに描いた、メリケンジャップものを掲載し始め、まとまきいつまめで、コラム、海外探偵編聞きオルチー夫人、謎の貴族などの翻訳を掲載。続いて、探偵文芸に、林不亡名で、時代物、釘抜き藤吉取物を覚書。 探偵趣味、クラクシなどにメリケンもの、現代探偵小説を発表し始める。当時観光中の平凡者、現代大衆文学全集35巻の探偵小説新人作家集にも、釘抜き藤吉取物を描きが5編が収録された。松本康史の英語の翻訳研究グループで、香取和子と知り合い、1927年に結婚。 鎌倉向き福祉の一室を借りて、新生活を始める。当初は子は生活のために、鎌倉高等女学校で、教鞭も取った。しかしこの年に、島中優作に認められて、中央公論に、モダン、デカメロンを連載し、一躍人気作家となる。サンデー毎日、女性などにも、作品を発表し、千葉カメオの依頼で、東京日日新聞、大阪毎日新聞に、 林不法の筆明で、時代小説、審判王岡聖団、後に、丹下左前の連載を開始する。片目片腕のニヒルな剣豪ヒーロー丹下左前の冒険団はたちまち人気小説となり、早くも連載中の1928年には、最初の映画化がなされた。この、審判王岡聖団の映画化は、東亜キネマ、ダントクマロ、マキノプロダクション、 嵐調査部郎、日活、大河内伝次郎の三者協作となる加熱ぶりで、中でも、日活の伊藤大輔監督の、審判王家生団、第一編、第二編、解決編は、1928年キネマ順報、ベスト103位になるなど評価も高く、大河内の、シェイ、聖和丹下、名は謝禅、謝禅という独特のセリフ回しと共に強い印象を与えた。 また1928年から1年長にわたって、中央公論者特派員の名目で夫婦で、富山からシベリア鉄道を経てヨーロッパ14カ国を訪問し、その旅行機は谷常時名の新世界巡礼として同時に村地された単行本火時に踊る地平線。この時夫人の和子も夫人公論にロンドン、パリの滞在記を掲載している。 ロンドン滞在時には第一次世界大戦後のヨーロッパにおけるノンフィクションの流行に触発され、古本屋で犯罪者の資料を勘やさり、1929年から33年にかけて中央公論に世界会実話を巻き逸マ名で連載。その後も巻き逸マ名では欧米の犯罪小説、怪奇小説の翻訳、本案物や海外の怪事件を扱った。 ノンフィクション、昭和初期の都市風俗小説などを表し、女性読者層にも人気を博した。この中で、タイタニック号沈没事故を描いた一話、運命の SOS により、海南信号である SOS が流行語となり、阿波やの子、水町雅子、SOS といったレコードも発売された。帰国後は、帝国ホテルに缶詰となったが、1929年に、 鎌倉材木座に移る。この頃中央公論者で出版部を新設するにあたり、島中優作はその責任者を長谷川に打診したが、執筆多忙のため叶なわなかった。また1930年に婦人公論に掲載したエッセイ、低層のアメリカ化をハイすの末尾部分を作者に無断で削除するという事件があり、これに激怒して、以後同資への執筆はほとんどなくな、 1931年に翻訳したの小説、バッド・ガールは、水野た滝子が使って、流行語となっていた、君、僕を会話に使い、その映画版、バッド・ガールも同年公開され、当時のモダン・ガールのブームに乗って大きく懸念されて、その主題歌がコロンビアと、ビクターで、レコード化された。毎日新聞には1930年、この太陽執筆時から、 部長大遇での3年間の独占契約で、東京日日新聞の長官に、新式典、勇敢に、丹下左前を同時に連載するということもあった。1933年に、木戸元助、取締役会長の辞任騒動に追従し、連載中だった、丹下左前の続編、続王岡星団は、読売新聞に、題名も、丹下左前として連載された。 1933年からは新庁舎で一人三人全集全16巻を刊行開始。1934年に鎌倉小袋坂に新居を構え、かカらカネ、御殿と呼ばれ、お披露目に新聞雑誌の関係者を集めて神田白流の講談を聞く会も要した。家には事務室があり、夫人の兄がそこで出版社との接触を行っていた。 講談クラブでは1928年に12時半を掲載した際に原稿料で折り合わず、その後講談社には執筆していなかったが、1934年からキング講談クラブで押同時に連載開始、非連歌は連載3回目で読者投票1位となって講談クラブの大小説とも呼ばれ、並行して35年に時代物、四季崎をよしのを 林不しふで連載を始めていた。1935年6月、一人三人全集の完結した2週間後に、鎌倉の自宅にて35歳で休止。持病の図画の発作だったという。この時に連載中の作品として、講談クラブ2作の他に、谷常時名、新岩靴王、林不しふぼうめい、しぐれ伝八、じゃのめていくろう、白梅勾梅、牧きい名、 大いなる朝、虹の故郷、総心像があった。絶筆となった、都会の会議7時03分は、日の出編集者の和田義江が先に聞いていた、結末部分を書き足して掲載された。また文断付き合いのなかった海太郎の通夜には、和田義江のほか、島中優作、オール読み物編集長の貫多田を、元東京日々学芸部長の新妻太いに三人が、付き添った。は、 呂昌院不防美解雇事。墓所は、鎌倉市引田に名本寺、海太郎が腰を下ろして、僧を練ったという巨石の上に、破壊士が建てられた。この超多房な中の旧市にあって、菊池博氏は、ジアーナリズムが、作家に無理な仕事をさせなくなるとすれば、我々にとっては、一つの救いである。文芸春秋1935年10月号とも、書いている。 死後にも、川口松太郎、新編、丹下左前、谷谷谷三新作、丹下左前、神出達郎、女左前などの左前ものが書かれ、映画、演劇化も数多く行われている。弟で次男の林次郎は、画家、ジミー平蔵の編名で、推理小説をも書いた、三男の深氏はロシア文学者、四男の史郎は、作家となった。マルキサド、 旗豊吉よメリはめりジャップものについて、これほど、日本移民の状態を内外に、民にしたものは、今日まで日本には、現れていない、日本にで初めて現れた、移民文学である。日本文学史の上に、新しい民族文学を、新しい根欠文学を生み出した。米国俗語を縦横に駆使して、上絶に近いまでの日本語をお茶、んぽんに使いひわけて、その警戒と、 呼吸と巻き舌と、足力と、写実と、センスにおいて、日本にかつて、これだけの文体を想像した人はいない。中央公論1929年4月号、谷常時論と評した。巻きつまの文章について、伊集院人氏は、画言、俗語を、本邦自在に駆使すること、外国語、特に、アメリカン・イングリッツ紙幽の微妙なニュアンスを取り入れるに、妙を得ていること。 軽快なユーマーを飛ばすこと、等々にかけては、多分、当大、彼に悲見しうるものはあるまい。中央公論1931年9月号、牧キ・イ論現代大衆作家論の二と述べ、さらに特名し、署名、XYZ には、栄養不良に落ちかかった、大正昭和の日本文の文体に、ビタミン注射を試みたものは、何と言っても、牧キ・イの,谷の、谷常時の、 林不望の、そして、本名、長谷川海太郎の功績である。中央公論1932年1月号、現代百人物、牧きいと述べられた。その詩においては、ベストセラー作家、牧きいの名で報道されることが多かったが、杉山平介、アメリカ式ジャーナリズムが日本に侵食してきて以来、この気候に適応すべき、最も典型的な才能と、 性格を備えていた作家と表し、千葉亀夫は、機械時代の文学は、大量生産的に、大多数に喜ばれることに専念せねばならぬ。逆、牧逸馬は、その点で、理想的な最高の義士であった、中央公論1935年8月号、大衆作家としての牧氏とした。没後には、1955年に、カーデ書房。 大衆文学全集十五林不妨、国枝四郎集などで見直しが始まり、気流しの左前は、女の長襦番を、下からちらつかせる、アブノーマルな風邸で、それだけでも、奇妙キ手列だと関心を抱かせた、大井広介、解説、丹下左前第一巻1959年新潮社、講談というより草草草になぞらえた方がい略語り口は、スピーディーで、テクニックも、 映画的な、続き道を、半七と右門の間、一人三人、前週一時代取り物、釘抜き藤吉取り物覚書1970年、カーディショ防震者、丹下左前は、は、明らかに、江戸時代の草創子風の高等向けや波乱万丈、高段調のメリハリと、アメリカの通俗小説やアクション映画の、カラッとしたテンポの速い迷路を活発な気分と、愛の子なのである。 佐藤忠夫、解説、昭和国民文学前修林不傍衆1974年、畜馬書房、丹下左前を見に愛すべき悪巻である。軽いという中で、こんなタイプの主人公を想像することは、もう誰にもできやしない。山田風太郎、愛すべき悪巻、丹下左前、一人三人、前週に時代小説、丹下左前1970年、川出書房新社といった。 読まれ方をした。1970年代には、新青年の、作家久尾縦覧、夢の旧作などと共に見直されるようになり、テキサスムシクは、ユーモアとジャズ的なリズム、不思議に魅力のある文体である。小田ミの,の、何でも見て野郎が出た今日でも、なお新鮮な魅力を持っている。た道太郎、カラーバン国民の文学獣林不暴、1968年、川で処房 アン・ジュコンの孤独と、虚無感は、ある意味では私的なテロの刑事情学を描いた、ロープシーンの、青ざめたる馬よりも、私には、より身近な衝撃を与えた。五木ひろゆき、年における二つの顔、一人三人、全集四世界旅行記、踊る、地平線1970年、川で処方新車などと指摘された。世界回帰実話について、種村末広は、 犯罪コー代、元は、教会の司祭や伝道師によるものが、交渉文芸として独立し、ニュース報道の性格を担うようになったの、我が国への、最もいい職としている、港町の森アート、地の三角形世界会議実は三現代教養文庫1975年。メリケン一代男は、洋子天国にも再録された。 中井秀夫は、派生川の最も好きな作品として、本作を挙げ、痛快なテンポで運ばれる、文章の心意気、切符の良さは、比類がない、また繰り返しのおかしみの表現を、日本の現代文学に忘れ去られたものの一つは、まさにこうした、江戸の笑いであると評している。少年時代に、薪逸馬などを読みふけったという中田浩二は、これらメリケン、 ジャップモノを国籍創出者の文学と呼び、長谷川の文学の原点としている。また森爪寺は他人の文体を当時、英米を中心とする国際勢力への反発から日本の中に蓄積されつつあった共造としての声、欧米の声に対抗する声への気球の無力化への道推進していたと言えそうであると位置づけているフロットサムカルチャー、ワンダランド、 ユリイカ1987年9月号。谷常時名義、牧いつま名義ほか、丹下左前ものは丹下左前を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。